皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はディズニーに行く時の持ち物紹介をしていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はディズニーに行く時の持ち物を紹介していくんですけど、今回はすっごく荷物を減らして必要最低限のものだけを入れてみました。なのでね、すっごく荷物が少ないんでちょっと短い動画になると思うんですけど、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいです。で、私は2年くらい前まで3年くらい年パスだったんですよ。それでディズニーにめちゃくちゃ通いまくってたら飽きちゃって、最近は年に 2,3 回くらいしかディズニーに行っていないんですけど、持ち物を紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するものがじゃじゃーん、こちらです。シェリーメイちゃんのパスケースを持っていきます。裏はこんな感じで、ここにファストパスとかチケットを入れて、ここにお金を入れるので、私はお財布は持っていきません。この中には今はお金は入れていないんですけど、こちらのスイカを持っていきます。スイカも荷物が少なくなるようにパスケースには入れないで、そのままシェリーメイちゃんの中に入れちゃっています。これがないとね電車に乗れないので持っていきます。はい、続いてはこちらのリュックの中に入っているものを紹介していきます。このリュックね、ちょっと大きく見えるんですけど、すっごく小さいリュックで、メゾピアノのうさ耳のついてるリュックなんですけど、めちゃくちゃ軽くてショートすごく小さいので、長く持っていても疲れないのでこれを持っていきます。やっぱりね、こういうバッグとかショルダーバッグよりリュックの方が両手が空くしいいと思うのでリュックを持っていきます。後ろはこんな感じで、ここにメゾピアノっていうロゴがついていて、ここのねポケットはファスナーポケットではないんですけど、ちょっとしたポケットがついているので、中はこんな感じで、なんか落としてもいいものとかは入れられそうです。でね、ここにハートのチャームもついていてすごく可愛いです。このリュックは薄いピンクなので、結構いろんな服に合わせられるのでよく使っています。ではね、中身を紹介していきたいと思います。まずはこちら、シェリーメイちゃんのカチューシャです。つけるとこんな感じでモフモフしている感じですごく可愛いです。でね、このカチューシャは移動しているときはリュックの中に入れているんですけど、パークの中にいるときはずっとカチューシャをつけているので持ち物には入らないので全然重くありません。で、今回はこんな感じでカチューシャもシェリーメイちゃんで、パスケースもシェリーメイちゃんで、シェリーメイちゃんで揃えてみました。それでは次、はい、続いてはこちら、じゃじゃーん、 iPhone です。 iPhone も絶対必要なので持っていきます。これがないとね何もできないので、これは絶対に持っていきます。年パスだった時は、家族とディズニーに行く時は iPhone だけを持って何も持たないで手ぶらで行くっていうことが多かったです。なので、ね、家族と行く時は荷物はほとんど持たなくていいのでいいと思います。次、続いてはこちらです。イヴ・サンローランのリップティントを持っていきます。これはね、ディズニーはやっぱり普通のリップよりリップティントを持っていった方が塗り直さなくていいし長持ちするのでいいと思います。リップはこれ一つを持っていって、化粧品もこれだけです。で、これはリップクリームも私は持っていかないんですけど、これは塗るとすごく潤うのでリップクリームはいらないと思うのでこれだけを持っていきます。化粧品をねたくさん持っていってるとすごく荷物が重くなっちゃうので、リップだけの方がいいと思います。はい、続いてはこちらです。日焼け止めです。これはちょっとサイズが大きめなんですけど、この日焼け止めはスキンケアアクアトーンアップ UV エッセンスというもので、これをつけると顔と体につけていいので、下地代わりに使えるのでいいと思います。で、しかも SPF50 だし、すごくね全然日に焼けないのでこれはいいと思います。普通に薬局とかで売っているので、気になった方はねぜひチェックしてみてください。冬だったら日焼け止めはいらないかなって思ったんですけど、今ね春でちょっと日差しが出てきているので、日焼け止めは持っていった方がいいと思います。次、続いてはこちらです。モバイルバッテリーです。これは 1.5 回分充電できるものなんですけど、ディズニーに行くと写真とかすごく撮るので、モバイルバッテリーは絶対に持っていった方がいいと思います。
でね、このモバイルバッテリーは 1.5 回分なので、すごく軽くて薄くて持ち歩きもしやすいので、これぐらいのサイズがいいと思います。で、あとはモバイルバッテリーがあったら必要なこちらです。 USB コードを持っていきます。モバイルバッテリーがあっても USB コードがないと充電できないので、これを持っていきます。はい、ということでこんな感じで以上です。こんな感じでね、中はこんな感じになっています。あとはウェットティッシュとかハンカチとかティッシュを持っていかなくていいのって思うと思うんですけど、そういうものはディズニーで食べ歩きするときとかは売っているところにウェットティッシュとか置いてあるし、結構いろんなところに手洗うところとかもあるし、手洗ったらハンカチがなくてもシューってやるところがあるじゃないですか。そこで手を乾かせるので荷物がちょっと重くなっちゃうので持っていきません。で、あとは飲み物なんですけど、飲み物もディズニーで買ったら高いじゃんって思うんですけど、まあ最初に持って行っちゃうと荷物もすごく重いし、どうせ1日で全部飲んじゃうのでディズニーで買うようにしています。あと化粧品とかも全然持っていかないので、ポーチとかも持っていかなくていいのでいいと思います。家族と行く時とかはね、これだけで全然荷物は入るので、何も持っていかないで手ぶら状態でこれだけを持って行った方がいいと思います。はい、ということで今回はディズニーに行く時の必要最低限の荷物を紹介しました。荷物は軽い方が絶対いいので、皆さんもねこれくらいの荷物にしてぜひディズニーに出かけてみてください。ちなみに iPhone しか持っていかないんですけど、たまにカメラとか GoPro とか持っていくことはあるんですけど、 iPhone があればだいたい写真とか動画はすごく綺麗に撮れるので、とりあえず iPhone 1台でいいと思います。その方がね、カメラとかってすごく重たいし荷物が重くなるので iPhone だけで持っていきます。これからディズニーに行くよっていう方で参考になった方がいたら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。